まあ、ゼロで終わりましたけど、危ないシーンもあったので、まあ、次に改善していきたいなと思います。まあ、自分だけの力ではなくて周りの人のサポートあってのことだと思っているので、そういった皆さんに感謝したいです。アカデミー出身としてこれだけ多くの試合をさせてもらってとても感慨深いですし、これからトップチームに上がってくる未来ある子どもたちももともと頑張ってそのベルギーに貢献してほしいなと思います。そうですね、今季は全員が体を張って、まあ、後ろだけではなくて前線から守備の意識が高くて失点数も少ないので、まあ、ディフェンスとしてここまで全員で頑張って、守備してくれるチームにとても感謝していますし、まあ、もっともっと点を取れるチームにこれからなるために、まあ、後ろから、まあ、どういうプレーをできるか考えながらやっていきたいなと思います。いつも応援ありがとうございます。残り11試合ですかになりましたけど、まだまだ上を目指せる順位でいますので、苦しい時間帯も皆さんの応援が励みになりますので、次の試合も応援よろしくお願いします。